ジュリー・ド・ワロン・ジュリー・ド・ワロンは、カナダ、ニューブランズウィック州、モンクトン生まれのボーカリスト、ギタリスト、写真家。囁くような歌声と、静かに、そして力強く奏でるギターが、特徴的。現代の音楽シーンとは逆行するような、シンプルな音楽スタイルを追求しているが、前衛的なミュージシャンだからも高い評価を得ている。日本でも、佐々木敦史等が絶賛。 フランスから移民してきたフランス系カナダ人が多く住み、英物量言語が公用されているモンクトン出身ということもあり、英語とフランス語を使い分け作品を制作する。彼女の英語の発音からもどことなくフランスなまりが感じられる。大学時代には写真を専攻。カメラマンとして1999年にザロンゲストウィンターという写真集もリリースしている。夫は 画家のジョン・クレイ・トール、子供は3人。1999年以降は、カナダ第二の都市モントリオールへ家族と共に移住する、ニューブランズウィーク州、モンクトンに生まれた彼女は1989年、17歳にして、当時の恋人であったリック・ホワイトらと共に、フォレストというバンドを結成し、活動を始める。翌九十年、ドラマーにマーク・ガウデットを加えたフォレストは、バンド名を、 エリックストリップへと解明。このエリックストリップはソニックユーズのアルバムデイドリームネーションの収録曲から取ったとされている。エリックストリップはカセットテープとシングルによるリリースを続け93年にサブポップと契約。その後3枚のアルバムをリリースするも95年に解散。メンバー各ののが他のバンドを結成する中、彼女は93年からバンドと 並行して始めていたソロ活動を本格的にスタート、95年にアルバム、ブロークンガールを自身のレーベルからリリースする。ちなみに、この時の名義は本名ではなく、アルバムタイトルと同じブロークンガールという名前でリリースしていた。1997年、本名のジュリー・ドアロン名義で、ロンリエスト・イン・ザ・モーニングをリリース。アメリカのリサン・ゲルマーノとの親交も深い、ジャイアント・ステップや、 ハウゲルブラと共にレコーディング。彼女の作品の中でも、群を抜いてダークで、ブルーなアルバムとなる。その後、サックビルへ移住した彼女は、現在の夫に出会い、結婚、妊娠、出産を経験する。しかし、彼女はインタビューで、画家である夫の収入は、不安定で、幼い子供二人を抱えた私は何もすることができず。結婚してからの二年間は本当に絶望的だったと。 語っている。1999年、イ意シオッ夫と子供を引き連れ、モントリオールへ移住。これまでのインディペンデントな活動から、一変米シカゴのトゥリーレコーズと契約し、精力的に活動を開始。カナダのバンド、ウドゥンスターズと共にリリースした、Will You Still Love Me と、ジュリード・ドアロンザ・ウッドンスターズが、カナダの音楽シーンで、ヒット。 カナダのグラミー賞にあたるジュノアウォードを受賞する。2001年10月に全編フランス語で制作されたデイズ・アミーを2002年2月には英語で制作されたハートクライムをリリース。同時期にリリースされたこの2作はジャケットのデザインがタイになっている。2003年日本の P バインレコードがデゾルメ・ハートクライムと Will y o ル s t i l ジュリー・ド・アロンザ・ウドゥン・スターズというカップリング CD として過去の作品を一挙にリリース。このリリースを兼ねてジュリー・ド・アロンは初来日を果たし全国6カ所7公演を行うジャパニーズリリースオンリージュリー・ド・アロン公式ウェブサイト http コロンスラッシュスラッシュ w w w j u l i e d o i r o n c o m スラッシュありがとうございます。